はい、今日は2021年12月31日大晦日朝の7時です。今からですね、うちの母ちゃんがおせち料理を作ります。高野豆腐は使ってますね。これは何でしょうか、ちょっとわかんない。これは朝の茹で卵と何日も前から炊いてた黒豆ですね。これが甘栗に人参、干し椎茸、大根に、これ何やろ、だしか。これに田舎からもらった里芋。あ、これで何ができるんでしょうか、楽しみです。あ、だいぶできてきましたよ。お、エビにタイの子に、これごまみやったって、できてきましたよ。いい感じですね。はい、こんにゃくも里芋もたっぷりですね。しいたけ出してますね。これはどうかな。お、芋とごぼうと、おせちにお寿司に、楽しみですね。お重はいっぱいありますよ。料理が大根できましたよ。むきエビにごまめに煮しめ、タイの子にエビにレンコ、黒豆だしだよだしだよ。ジャンプで踏んつけたら投入しました。7個投入。完成。卵16個、だし巻き卵、お、どんどんできてきますよ。卵16個分、かまぼこ切り、なると米はお蕎麦に使います。はい、いよいよお重に詰め込み開始ですよ。おお、十分できてきたぞ、十分できたぞ。だし巻こ、だし、だし巻こ、だし巻き卵編。だし巻きって。はい。盛り付け中。頑張ってね。はーい。おせち完成。イエーイ。イエーイ。イエーイ。じゃんけん装置はお花の後。With you.I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today.
今日もやります。ピタゴラじゃんけん装置始まるよ。電車が進むと紐が引っ張られてコップがひっくり返るのかな。その後管から玉が飛び出すのかな。でまっすぐ進む。今回はなんか簡単そうだけども、君は何を出してるかな。さあ始めるぞ。つまりグーのヒットばっかち。まさか玉が4つも出てくるとはね。パンカチンしよう。え、パンカチンしよう。これまあこれはテストやからな。うん、パンカチでいいやん。どうや、うん、これは一番最初のやつやるやん。一番最初のやつ。これね、あ、足らんかったか。こういったとこや。落ちるか。落ちる。落ちるけどもあれやな。あ、これね、これをひっくり返すようにするにはどうなんしたらね。考えてみ。え、ひっくり返す？うん。玉を出るようにするにはどうやったらいい？考えてみ。あ、わかった。なんかどうや。ちょっと分からへんけど、できるのは分からへんけど、うん、見てみる。見てみる。うん、で考えてみる。これあるやん。うん、これあるやん。これがな、なんか引っかかったらいいんやな。わかる、うん、だからこれが、待ってよ、こう来てこう来るやん、うん、でこう出てるとこあるやん。ここにこう引っかけたらどうなるか。まあそう、もうちょっと大きいってことだよ。あ、いいこと考えた。手でさ、これひっくり返したらいいやん。え、手でひっくり返したらいい。手でひっくり返したものなんや。ああ、もうちょっと考えなあかんな。もうちょっと練習が足りん。しんど。